で今日交換台数って話をしようと思うんですが、その歴史的な話っていうのはもう、四半世紀前に作った、まあ、簿記の抽象化の話から来るんですが、まあ、そこからあまり話をやってるとあれですし、今日はあまり公理の話はしない方がいいだろうということにもなってますね。非常にプログマチックにやりながらところどころ歴史的な話とかそんなことも交えながらいきたいと思います。あとで資料はお渡しできるようにします、ダウンロードできるようにしますので、まあ、まずその我々企業あるいは組織の経済データっていうのはどのデータ構造を持ってるかっていうようなところからお話を進めたいと思います。まあ、端的な結論から言うとですね、データベースでのストレートなデータ構造のイメージっていうのはやっぱりレコード型ベース、で会計データっていうのも皆さんレコード型で処理してきたっていうのが実態だと思うんですが、でここで扱うのはレコード型のデータとそれから会計型のデータというのを一応区別します。で両方を代数的に抽象化したデータ構造を導入します。でそれに対して、代数的なデータ構造ですからオペレーションが定義できます。でそういうものを扱える集合ですね、その代数的データ構造の組が集まったセットを何か蓄積的に処理をして別のセットとして出すとか、そういう一連のことができる、代数的仕様、そのものをオペレーションとした、まあ、情報処理言語を作ります。代数的仕様記述っていう類の言語です。類のものなんですが、それがまあここでいう AADL っていうものなんです。ただそれが単なる言語の問題ではなくて、情報処理に関する考え方やプロセスみたいなものもかなり変えてくるところがあります。でまあ、まずそんな話を少しやっていきたいと思うんですけれども、実はその自然科学で、我々よく情報系の方々我々のところでも非常に多いんですけれども、実は社会科学で基本になるデータっていうのはこれ会計的なデータが、まあ、コアですね。で会計的なデータ以外の注文の、まあ、レコードみたいなやつも会計的データにどっかでコンバートする形になります。でこの会計的データというのはちょっと特殊なデータなんですね。でその特殊性があまり現在でも十分きちんとハンドリングされてない。もちろんオペレーションとしては簿記っていうのはテーブル形式で右と左でこうなったああなったこうなったっていうふうに処理されてるんですけど、それの持ってる代数的構造とか記述の本質ってのはあまり深く理解されないままに使われてるっていうところが非常に多いので、ちょっとそれに関する説明も含みながらですね、まあ、今回の午前中の話は進めたいと思います。で、まあ、よく自然科学ですとストック、インフローがあってアウトフローがあるっていうそういう説明をするんですが、まあ、でこれが、まあ、財だとしても同じだし水でもいいし、入ってきて出てって現在の状態があるんだと、でこれがリンゴもあればみかんもあれば多次元変数なんだっていう説明をすることもよくあるんですけれども、実はその会計的な状態記述というのは2つの点で大きく普通の自然科学のストックフローの状態記述と違います。で1つは ここにストックフローの中にネガティブなストックという概念、負債という概念が存在しているんです。で負債という概念があるにもかかわらず、いやあるからというべきなのか、会計の概念にはマイナスの数って登場しないんです、原則的に。でマイナスの数を登場せずに状態記述を行うっていう特殊な形を使います。ですから 3-2 っていうのはこれ絶対1で、 3-2 っていう状態と1っていう状態は全く違う、同じものですね。ところが会計ですと3現金があって2負債があるっていう状態は1現金があるっていう状態と全く違います。これは非常に大きな特色ですし、逆に言えばそのことが、そしてその負債をベースに市場から資金を調達するメカニズムっていうのを発明したことが、まあ、我々の社会経済にとって非常に巨大な成長経路を可能にしたっていうふうに言ってもいい。つまり、5000億円持ってるっていうこと、キャッシュがあって、で5000億円負債があるっていう状態と1円も持ってないっていう状態でやれることは全く違うわけです。でこのこと自身がちゃんと書けるってことはすごい重要なんです。
ね、もうもちろんそれはテーブル形式に簿記のやつを使って右左に書いてるから同じだよっていうかもしれないけど、それは一体体系として一体 何を意味してるのかってことですね。もうネガティブストックって概念ともう一つ大きな違いはダブルエントリー。つまりある変化が起きた時にこれ水が入ってくるだけです、ね、であるいは水が出てくるだけですところが、例えばこれがリンゴがどこから転がり込んできたっていう時には必ずそのリンゴが入ってきたっていうのは書かないんですよ。いや書きますけれども書かないっていう意味はリンゴが入ってきた現金が出てったっていうふうに書きます。つまりリンゴは何かと交換で入ってきた。もちろんただで突然リンゴが天から降ってきたっていう場合はどう書くかっていうと、今度はリンゴが入ってきて利益が湧き出したって書くんです。利益っていうつまり必ずその次でもってトランザクションという形式で状態変化を記述するって考え方で、これは本質的な状態変化に関する記述のエクステンションです。でどういう意味でエクステンションかっていうと、これだって、まあ、後でちょっと簡単な事例をしますが、水だってそういう書き方ができるんです。水が入ってきた、水道料金が出てきた、水が入ってきた、井戸水から大ボケ、水が入ってきた、実は水利権で、隣の村から水を借りてきた、すべて何か変化が起きたときにはその原因となる事柄みたいなものが次でトランザクションの形で書けるという状態です。ですから実は経済系ビジネス系の状態ですから、そういうものの連鎖で成り立っている。でしかもそういうものを書くということが実は経済経営系で我々自身が認識を共有して動かしているシステムの形態にとって不可分です。でそれを今割合シャローな、まあ、あのデータ構造の中で、つまりテーブル形式のデータ構造の中でそれを書いて、あるいはそれにセマンティクスを与えるという形で XML みたいな形で書いてるんですけど、それの持ってる本質的な代数構造というのがあまり意識されてない。でそのことを明確にして書いてるのが交換代数っていう体系なんですね。ですからそれを使うと非常にナチュラルにその経済のトランザクションの状況、あるいは状況によっては自然の変化さえもそういう形で書くことができる。で今日の後半のところで、できることでしたらば、そのエネルギー簿記っていうものをあのご紹介して、それを事例にしてあの、ソワーズと の交換代数との連携の話をやろうと思ってるんですが、そのエネルギー簿記そのものはエネルギーの変化をまさにそういう意味でそのお金の変化というか 理由も含めてね、太陽光発電でエネルギーを発電して儲けが出た、エネルギーは、どこぞかの、まあ、アグリゲーターから買ったとかね、どこぞかに売ったとかいうことを含めた変化を、それをインターネットシグナルの時代にいろんなものが情報を出していく、そういうシグナルをベースにそういうトランザクション処理をやることによって初めてエネルギーに関してもちゃんとヘムスベムスって言葉がありますけど、マネージメントが実際にできるようになる、そういう考えなんです。ですから実はこの交換代数というか、ここでやろうとしているトランザクションベースのマイナスのストックを含んでダブルエントリーの規律を許すような状態変化というのは結構あの重要な、状態変化に関するエクステンションであるというふうにまあ、考えていただければというふうに思います。まあ、もう少し具体的な話でいこうと思いますけれども、というわけで、まあ、正と負のストックにより記述される経済の状態とその変化の記述にはストックフローの記述概念拡張によるマークダブルエントリーの型の記述が必要ということで、経済的なイベントの特色は常に二重に分類されたダブルエントリー、何らかのとして何らかのイベントは把握される。さらにマイナスの数を用いないで、まあ、ここでその僕ら相対規定という概念を入れるんですが、マイナスの数を表現すると。でこれが実はここでご紹介する代数の表現というのは2つの実は構造を持っていて、冗長代数といわれる、まあ、冗長度を表す部分と、それからダブルエントリーの、まあ、ネガティブストックの部分を表すのが冗長代数というやつで、でダブルエントリーの部分を表すのがその上に規定の公理形を入れた交換代数です。で、まあ、ここではそのあまり公理形とかを考えずにオペレーションあるに使える形で事例をベースに今日はお話をしようと思ってるんですけれども、でマイナスの数を用いない代わりに、まあ、ちょっと特殊な相対規定というものを入れると。でちょっと簡単な例、リンゴを現金30円で買ったという時に、まあ、これがまあ規定なんですね。規定は1項目が、まあ、本来の分類をする項目、2項目が単位で、必要に応じて3項、4項まで書くんですが、まあ、時として、それとシャープで書いて省略したり、丸ごと省略したりする書き方も使えますので、ちょっとその辺の書き方の曖昧さをお許しください。で、ここでやってるのは、リンゴが30、
と30現金が8トってのがありますが、これがちょっと特殊な総追規定というやつで、雑白に言えばこちらの規定の反対側、まあ、このケースで言えばリンゴっていうのは普通の財、まあ、現金っていうのも普通の財ですから、ハット現金っていうのはその現金のマイナスのことを表す。ただしこの台数計ではマイナスの数、例えば30プラス30ハット、30現金プラス30ハット現金っていうのはゼロではないんです。そのままで、そのままではゼロじゃないというのがポイントなんです。でここではリンゴ円っていうのは分類規定と計測単位を表す複合規定で、30はその単位で計測した数量、ハット現金円は現金が出ていくことを表すと。で現金も財の分類の単位ということで、まあ、基本的に世の中のことを状態で書こうとしたら何らかの分類がいるよと。で分類がいると同時にその分類はそのまあいわばどういう種類のものか、そのハットがつくのかつかないのか、だからまあ後で出てくるようにそいつが本来どういうところに属しているのか、ネガティブストックなのかポジティブストックなのか、陰の項目なのかアウトの項目なのか、実はこの4つしか分類がない。で通常のストックフローのダイナミクスっていうのは、あのプラスのストックに対してインとアウトっていうのを許すような体系なんですけども、それネガティブストックっていう概念が組み合わさって、で世の中のいろんな分類をガチガチ入れると、まあ、こんなふうな表現形になるんですね。でこれに対する適切なオペレーションが定義されると、実はすごく面白い計算体系ができると、まあ、それを法的に規定するとその性質が証明できるわけです。ということで社会経済のデータというのは対象の分類を与えること、負債のような負のストックを扱えるようにする。でその上でダブルエントリー、同時に交換関係にある2つのイベントが生じること。このケースそうですね。同時にリンゴ採取だけじゃなくて現金が出てたりと、2つのイベントはペアになって1つの、まあ、イベントになっている。必ず何かが発生するというのはこの2つのがペアになるんだというのがダブルエントリーっていう考え方です。これ結構本質的なんですね。シングルエントリーってのは大複調って言われる書き方なんですけど、ダブルエントリーにすることによってはるかに情報量が増えます。ですから今の企業はこのダブルエントリーを、まあ、表現形としての簿記の形でやっておりますね。でこの3つの条件、この2と3というのは、まあ、会計学的な記述なんです。で1で規定を扱ってこれがどのくらいあるよって何が、もう要するに財の規定があったってそれに数値を割り当てたら通常のベクトルという。だからベクトル空間を2と3で本質的に拡張しているというふうに考えていただければです。でそうすると正の数だけで負の数を一切使わずに負の数のことを意味するような計算も全部できるようになります。で、まあ、まず対象にある流度で分類を与えるという規定の設定っていうのが、まあ、これある意味で非常に本質的なんですが、やっぱり深い概念ですね。まあ、こういうトリー状の構造ってのは XML で表したりするんですが、我々、その意味ではもう一つその我々の代数的な扱いの一つのポイントっていうのは、深層構造は代数構造ですけど、表層構造はテーブル形式を取ります。で、XBRL みたいな XML みたいにその多様なトリー構造となるんです。ある一つの分類体系をセットすると、まあ、その分類体系に合わせたそのデータの値ができますから、規定とバリューの組み合わせで、まあ、二次元のテーブルで表現できます。で、規定体系を変換したときには、その変換のテーブルと変換後の値と変換オペレーションが存在すれば、その複数のテーブルを結びつけることができますから。ですから、今度のリレーショナルデータベースとは違う意味なんですけれども、複数のテーブルを結びつけたオペレーション、まあ変換のオペレーションとその変換に必要なデータ、それ自身も実は宣言的につまりテーブルとして表現するんですけども、そういうものとして全体のデータ構造を表現するっていう考え方です。実は我々がやってるメカニズム、そもそもそうなんですけど、人間がやってるものの本質的なところを抽出したりすぎないんです。人間の情報処理ってそういうふうになってます。ある分類で書かれた帳面がありますと、それを何か書き換えて別の分類の何かに変えてきます。それを別の分類の何かに変えてきます。そういうものの総体が実は企業あるいは組織の情報処理を表している。まあ、このケースはアップル、オレンジ、ツナってやつがフルーツとフィッシュというふうに分類されて、結果的にアップルとオレンジですからこれはフルーツで40、ツナは魚になって29、
まあ、こういう、まあ、典型的なアグリゲーションですね。これ規定で対象を分類するアグリゲーションなんですけども、この種のアグリゲーションっていうのは、まあ、一つの典型ですね。規定間の関係があって、規定間のオントゥの、マップがあって、そこから、まあ、自動的にそのこういう計算ができるんです。でこの種の実は計算というのは非常によく使えます。というか実はこの種の、これアグリゲーションだけじゃないんですけども、規定間のいろんな関係を使った変換というのが現実問題世の中に存在しているその組織の計算体系の恐ろしくあのエッセンシャルな部分は大体これなんですね。不思議なことに何もあの面倒くさい計算しなくても、それの連鎖でみんな書けるんで、まあ、ちょっと冗長代数の話をもう少し詳しくします。冗長代数でのデータ表現、まあ、冗長代数、まあ、交換代数と、まあ、あの実態的には同じものなんですが、まあ、あの今のところまだ交換の概念を入れてないので、規定は名前、単位、時間、主体という4つの項目から一応表現する。時々あの省きますけど、でまあ、名前は少なくともなきゃいけない。名前というのは一番分離の基本ですね。で単位、これはあの計測の単位、あの例えば円であったりドルであったり、あるいはキログラムであったり、場合によっては抽象的なユニットという単位で何か使って表現することもあります。それからあの、まあ、3番目は大抵時間を入れることが多いんですけど、3と4に関しては使い方に応じて少しフレキシブルに扱うことができて、時間とこいつを使っている主体みたいな概念ですねを入れると、まあ、標準形なんですけれども、まあ、いくつかいろんなバリエーション可能です。で大抵を計算するときには、まあ、3番目と4番目といらなくていいのでシャープシャープで表したりですね、あるいはあの時としてカッコで振って省略したこともあるんですが、で、データは規定に対する値の組で表される。200リンゴ科学プラス403万科学みたいなやつがあったときにですね、これ科学と数量を加え合わせたんですね。こういうものもあればですね、これ統計の方のデータのやつですね、前に作ったデータのやつそのまま使ってて、200リンゴ科学2006年の、まあ、第1クォーターの値であって、リンゴ科学400って2006年の Q2 であるとかですね、まあ、こういう時系列データを表現することもできるんです。実は次回の項目を使うで、まあ、あの200リンゴ科学2069は200、400リンゴ科学2069プラス720科学2693うんちゃらかんちゃらんちゃらんちゃという形で、まあ、品目と時間に関してデータを表現する、まあ、正確に言うと 1,2,3,4 次元までですね、これはやれるわけで、もちろん代数の少しあのモジュールの方を変革すればもっと多次元にもできるんですけども、基本的にいろんなデータをぐちゃぐちゃあのいじった結果、まあ、大体4つぐらいのところで現在のモジュールは標準的なあのオペレーションは全部できるようになっているんですけれども、まあ、大体これくらいあると大体は足りるかなという感じになります。さてそこで負のストックを扱えるというのは、まあ、ここまでのところというのは何でもいいからこう分類してですね、しかも、品目の分類もあれば単位の分類もあれば時間の分類もあれば主体の分類もあるよって、これくらいの分類で物って表せるよという、まあ、そういう話ですね。でところが負のストックという概念、これ何だろう。でマイナスの数を使わずに代わりに分類規定にハットをつけた、ハット規定と通常の規定との相殺演算バーっていうのを導入することで、まあ、とりあえず負の数というのを使わなくて済むというところ、これは非常に大きいですね。で、まあ、これは具体的な計算体系として話をしますが、その前にその社会のシステム技術には負債というネガティブストックの概念によるシステム技術がどうしても必要だという、で負債を状態として扱い、その変化、負のフローの流入、負のストックの増加と負のフローの流出、負のストックの減少でシステムの状態変化を記述すると。で負のストック概念が入ることで通常のプラスマイナスの数を使わないシステムの記述が必要となると、まあ、僕にマイナスの数が出てこないようにです、ね、というような、まあ、あの拡張が本質的に必要になるんですが、それはどんな形になるかというのは、まあ、もう少しスタートの方で具体的に。でさらにさっきもちょっと申しましたように、交換で変化するシステムは2つのイベントの同時性質という形でシステムの変化が記述される、ダブルエントリー、複式の記述というふうに言うわけなんですけれども、これによりあるイベントが何のイベントかということを、まあ、記述できる、まあ、あるイベントが何のイベントかってなんかトータルで言うみたいなんですけれども、情報量が増えるわけですね。なんで生じたかみたいなことを大体書けるという言い方があってもいい。自然科学でもそういう書き方をしてみると、その意味って非常によくわかるんですが、
で福祉技術では借り方と貸し方という2つのカテゴリーで各々のイベントが1つずつ次で発生するというふうに通常説明します。借り方でここには、まあ、あの今の我々の分類でプラスストックとアウトフロー損失というものが入る。で貸し方にはマイナスのストックとインフ、まあ、利益とそれからレベル、まあ、ストックの増分に当たる部分ですねが、まあ、基本の分類単位。通常の簿記の説明とはだいぶ違うんですけれども、あの論理的に見ていくとこういう話になります。プラスのストック部分と損失部分、それからマイナスのストック部分とインフロー部分から、ストック増分で、借り方と貸し方のカテゴリーが常にペアで生じるっていうところが非常に面白い。同じところのやつが2つは出てこない。これ全部小売系から証明できるんです。でちょっと簡単な例で財の購入のイベントを取り組みましょう。通常の簿記の世界ですとどっちかの1人の形でしか書けませんが、まあ、これは長官してて2人いる、つまり財を購入したとしたら売ったやつと買ったやつがいるっていう、そういうことで両側を書いてるんですけれども、左の方が、リンゴを買った人ですね。で現金が出てったわけです。ですから、まあ、プラスのストックとハットのプラスのストックって書いてありますが、まあ、プラス、50リンゴと50現金というスタイルで、50現金の方は出てくるわけなんで、通常の簿記で書くと借り方貸し方があって50リンゴ50現金の形になるんですね。でこれを我々は50ハット現金円と50リンゴっていうふうに、まあ、台数的に書くと。同じようにこっちの人は、50現金が入って50ハットリンゴが出てったわけですから、まあこういうふうに書くという話です。でこの体系はもちろんマルチディメンショナルですから、まあ、ここに、リンゴが入ってきて、ここから現金のところがこう落ちてきて、こいつが連動して動くんだっていう、まあ、そういう話になります。ダブルエントリーというのはそういう意味です。でこういう形で例えば借金、お金を借りるってやつがいると、まあ、貸すってやつがいるわけですね。お金を借りるって方は正のストックが入ってきて、で同時に負債という負のストックが増えるわけです。ネガティブストックが増えてプラスのストック、まあ、この間に交換関係っていう、まあ、こういうのを考えるのが、まあ、交換台数ってやつなんですけど、規定の間に関係があるんですね。規定が交換関係を満たす、まあ、借り方と貸し方項目が1個ずつ出るっていう形でもいいんです。でこっちはこういう感じになって、でお金を貸した方はどうなるかっていうと、現金が出てくるわけですから正のストックが減ると。で他方で、債権という形でこれも正のストックが増えるという、そういう形になります。こういうふうにして全て社会的事象は、まあまあ、これは普通の簿記の形で書くとこんなふうになるよという話で、現金が、これ入ってきて、で負債が、まあ、50増える、そういうことを、まあ、通常借り方貸し方で書くわけですけど、まあ慣れてくるともう台数形で書いた方がすっきりするわけみたいな感じになってくるんですが、まあ通常は簿記で書きます。簿記で書くから、まあ、ここにマイナスってのはないんだけれどもみたいな話になります、ね、でただ簿記の場合は、負債というのは貸し方項目でね、現金は借り方項目なら、こっちに書いた時には現金がそれが出てくることの意味だよみたいなことを延々と教えられるわけなんですけども、台数的にやるとそういうことは、まあ、ほとんど簡単に分かる。で借金の返済っていうのを、まあ、こう今利子の話はとりあえず書いてなくて、借金を返済するっていうのは現金が出てくると同時に負債が減るって感じですね。これはだから両方減っちゃうわけです。ネガティブストックが減ってハットになって、プラスストックがハットになるっていう、そういう取引になるんですが、同じようにして、返してもらった方は現金が入ってくるんだけど、一方で債権は減るよっていう、そういう話になる。まあ当たり前ですよね当たり前なんだけども非常に面白いと。簿記で書けば、まあ、すごく当たり前のはずなんですが、こういう状態変化というのが実はすごくエッセンシャルで、これを本質的に記述する体系というのをちゃんと書いてしまった方がものすごく情報処理楽だよっていうのが、実はまあ我々の一番エッセンシャルなメッセージであると同時に、これと実はレコード型のデータ処理というのを行ったり来たりチャカ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 やれるような感じでやって、でしかもオンテーブルで、まあ、今日のもう一つ話は、そのオンテーブルの上で そのフィルター型の情報処理っていうのが、1000万レコードぐらいでデーとオンテーブルで処理できるんで、とっても便利ですよっていう、そういう話があるんで、要するに
その我々が業務で使う普通の仕事で使うデータというのはこれ非常にシンプルな構造とその間の、まあ、これから説明するフィルターって構造を使いながら非常にロバストにオンテーブルでフィルターの連鎖として書いてそれをトライアンドエラーでいろいろ業務でチェックしながら定型型に持っていったりとかあるいはそのデータマイニングをトライアンドエラーでやりながらフィルターをかけながら1000万レコード程度はビッグデータとは必ずしも言えないかもしれないけどもでもなぜか世の中の実際の業務でビッグデータとして使っているやつはせいぜいその程度とかいうクラスのデータはオンテーブルでジャカジャカ処理できちゃうという、まあ、そういう話ですね、まあ、ちょっと先走りました。というわけでこのケースも、まあ、あのお金返される方はですね、現金が出てきて、まあ、負債が増えるんですね。で、正のストックが減少して負のストックが、まあ、これ返すは現金が出てって負債が減るわけですから、こっちでやるともう分からないんですね。これは負債が減って現金が出てくるからお金が返ったわけなんですね、まあ、こっちでやってよくありますキャッシュが減ってライアリティ負債が減るそういうトランザクションが返ってくるわけです。で今度は負債の借り換えとか、まあ、こんなしつこくいつまでやってもしょうがないんで、まあ、適当になりますが、これは別の負債にあの借り換えているようなケースですね。と債権、B が増えて債権 A が減るそんな形の取引もあって、この場合 B と A が逆になるってことです。まあ、こんなあの取引パターンはいくらでもあるんですが、ポイントはそのさっき言ってたようなトランザクション、あの借り方項目と貸し方項目っていう特殊な同値類に属する、まあ、同値類と話は後でやりますが、まあ、そういうものの間の交換関係をやるというと、まあ、ほぼ同じですね。こういうふうにまあ表現できるっていう話になります。でまあ、というわけで、まあ、経済のシステム一方的に正や負のストックが増えるんじゃなくて現金が増えて負債が増えるという取引という形での状態変化のパターンが、多いわけです。目的金ですね。で恐ろしく多様に分類された財や負債の状態とその変化を記述するというのが実は企業や社会の、まあ、財務的な状態変化とその変化の記述では必要になっています。もちろんその非常に多様な分類された何かに関する情報っていうのは必ずしも簿記形式ではなくてレコード形式で注文がどこから来たよとかそういうのがあるんですがそれを何らかの意味で加工をして場合によってはこういう財あの交換台数型つまり簿記型にするあるいはそのままテーブル型っていうかレコード型で処理するいずれにしろたくさんの分類されたものをベースにいろいろごちゃ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 変換を続けていくっていうのが、まあ、我々が通常やってるビジネスの情報処理世の中の、まあ、多くの情報処理というのはその単位のものが多いんですね。で、したがってその変換というのもどう書くかというのはすごい面白いポイントなんですけども分類された状態の間の先ほどアグリゲーションというのが出てきましたが後で暗分変換とかいろんなタイプの変換操作をフィルターとして、まあ、書いておいてそのフィルターでちょこちょこいろいろアプライしながらですねシステム変化を書いていくということを、まあ、サポートするのが、まあ、我々のシステムなんですけどもこの状態変化、状態記述とその間の変化を定義するオペレーションを、まあ、合理的に定式化したのが交換台数とデータ台数というやつなんですね。でこれを情報システムとしてプログラム言語化したのが AADL というやつになるわけです。というわけで、まあ、冗長台数は負のストックとフローを扱える、まあ、ベクトル空間の拡張なんですけれどもこれで交換台数っていうのは簿記的なフローの変化に対する経済交換の制約状態、まあ、あの要するにダブルエントリーの制約条件を規定間の関係として制約として可化した台数形だという、まあ、そういう話になるんですけれども必ず状態変化がその正のストックと負のストック両方が増えるとかねそれから、まあ、正 の, あの要するに借り方と貸し方の間でですねあの必ずそのある種 の, そのペアで変化が起きるというそういう制約条件が課されるんですね。でここから少し具体的なオペレーションの話になるんですけども、まあ、交換台数あるいは冗長台数もこれから先一緒にあの書いてしまいますけれどもそれいろんな分類でデータが表現できるでプラスの数値しか出てこないマイナスの数値に代わるハットという記号をつけた、まあ、ハットという記号をつけた、まあ、全体記号処理をやるだから XY イコール30リンゴに対して X2 イコール28リンゴっていうのはリンゴが20減るってことを意味するわけです。で
このシステム、あと、まあ、ある意味当たり前なんですが、コードではなくて解釈可能な文字で、あの分類や規定を表現する。まあ、一昔前のコンピューターはまあコードでやるんですが、まあ、最近は文字列ダイレクトに入れるから、こんなの珍しくないかもしれませんけれども、あの直接文字を扱うっていうのをベースに我々考えています。で、そして振り替えという演算でかなり効率的にデータ処理っていうのができるんです、計算処理が。あのもちろん それ以外にやる計算っていうのもたくさんありますけど、振り替え演算っていうのが非常にキー演算で、大部分の会計系の演算っていうのは振り替え演算の組み合わせで大体できちゃうんですね。まあ、それにはただしプラス、ハット、バー、遮影、ノルムっていう演算を知る必要があって、まあ、大体これくらいの演算が分かってて、あとそのトランスファーの演算ですね、振り替えっていう概念が分かってると、それを実装したあのソワーズの、モジュールを使うとですね、ソワーズのプログラムを使うと、まあ、大抵のこの種の情報処理っていうのはポンポンポンと分析しています。さて、今 X3 10未完と X4 50、51号とかいうのがありますが、で、これどう使うかな、まあ、いや、ここで、何らかの会計情報や統計情報は分類の元となる規定とその数量の形式はで示される。XY イコール30現金プラス20リンゴプラス50負債等と、XU イコール30ヒラメプラス40ブリプラス70現金等と、で分類名を規定としたベクトルとみなせば自然な演算が定義されて、X1 プラス X4 というのは、これ、X1 プラス X2 ですね。現金のところは、X1 と X2 は、まあ、30現金プラス20リンゴプラス50負債プラス30ヒラメプラス40フリプラス70現金だから、100現金プラス20リンゴプラス50負債プラス30ヒラメプラス40フリになる。でここでマイナスの係数を許せば普通のベクトル空間になるんだけども、マイナスの数の代わりに係数はプラスに限定をして、規定にハットという記号を導入した代数。私ハットっていうのは後で、まあマイナスって数はマイナスをかける意味にも使うことがありますし、マイナス3という意味にも使うことがあるみたいに、ハットっていうのも、そのハットっていうのをかけるっていうか、ハットオペレーションをするっていう意味にも使いますし、ハットリンゴっていう規定の意味にも使います。さて、そうするとハットっていうのは、例えば YY イコールハット X1 ってやると30ハット現金プラス20ハットリンゴプラス50ハット負債、ハット X ってやると30ハットヒラメプラス40ハットブリプラス70ハット現金になる。で、ハットはある項目に対して相殺すべき反対項目を表す規定というふうに直感的には考えてもらえる。で、現金が減ることを意味するのがハット現金。ただし、負債っていうネガティブストックに関して負債が減ることを意味するのはハット負債ですから。で、これを用いるとマイナスの数の代わりの表現が欲しい。ただしこの表現、冗長代数って言ってた意味は冗長度が高いと。つまり Z1 イコール50現金、Z2 イコール60現金プラス18ハット現金、Z3 イコール80現金プラス30ハット現金っていうのがありますと、これらはある意味同じ状態を表す。これがマイナスの関数で返したらこれ完全にイコールですね。要するに、まあ、ベクトルで考えてても50現金と60現金引く10現金と80現金引く30現金となったら、これは完璧なイコールです。だけれどもこの計、この数学的な表現だ、これはイコールではないんです。イコールではないんだけれども、ある意味類似するものを表現していると考えるので、こいつをイコールにできるようなオペレーションというのを導入します。まあ、相殺作用素のバーオペレーター、そのバーを入れると Z1 イコールバー Z2 イコールバー Z1 イコールバー Z3 イコール50現金、つまりこいつが全部相殺されると、バー Z1 は変わらず、バー Z2 は50現金、バー Z3 も50現金ということで、これを相殺するようなオペレーションを、まあ、入れておくということです。そうすると例えば Y1 プラス X1 Y1 というのは、ここでは X1 のバーハットですからね、 Y1 プラス X1 というのはハット X1 プラス X1 ですから、これは30ハット現金プラス20ハットリンゴプラス50負債プラス30現金プラス20現金プラス50負債なんですが、これ自身はゼロではないんだけど、これにバーをかけるとゼロになるということです。だからもうお互いに全部ここが相殺するのは当然ですね。でハットとバーという2つの作用素を持つように拡張された
まあ、ベクトル的な演算体系をここでは冗長代数ということ、本当は公理系があるんですけどね、でその公理的でしか別個に述べますけど、実際の計算は、まあ、これだけのオペレーションの計算が分かれば OK っていうことなんで、実態にはとっても簡単です。つまりもう皆さんほとんど完璧にこの計算体系お分かりだと思います。要するにハットをつけて規定を相殺項目を入れてバーをつけて、実際に相殺するんだっていう、そこさえ分かれば計算するものは何も難しくないですね。でもこれ意外と便利なんです。じゃあここで少し規定っていう概念をもう少し詳しくいきましょう。で現金リンゴ負債平めぐりっていうのはこれラムダっていうふうに考えた。でハットラムダっていう規定の集合を考えると、これハット現金ハットリンゴハット負債ハット平めハットグリッドというふうに、まあこういうふうに出来上がったもので、で両方ユニオンを取ると、まあ、ある項目とそれにハットをつけた項目を合わせた規定の集合が出来上がる。でこの規定の集合に対して、まあ、適当に係数をつけて形式は作ったもの、全体から生成されるやつっていうのが、まあ、元のラムダっていう規定から生成される冗長代数、まあ、交換代数と呼ぶということで、まあ、ラムダユニオンハットラムダの、まあ、ブランケットカッコって書く代わりに、通常ラムダにカッコをつけたブランケットラムダで冗長代数を表すっていう、まあ、そんなようなことを表現として使ったりしますが、まあ、要するに規定を決めればそこから生成できるベクトル空間があるみたいに冗長代数の空間も決まるよっていう、まあ、それだけのことですね。でじゃあ冗長代数を使って表現されたいろいろ多様な、まあ、財なりいろんな状態というものの変換オペレーションというものとしてどんなものが重要なのかっていうとってことで、ある種の、まあ、語尾でいうとこの振り返りですね。でこれ分類がの作業っていうのが恐ろしく重要になります。例えば、まあ、ここでまた母級を出しちゃって恐縮なんですけれども、こう現金200、リンゴ100、利益100っていうのがあって、光熱費を、これ上から読んでいくと、リンゴ100円を、まあ、仕入れたリンゴを200円で売って利益100円入ってきたよっていう取引と、それから現金で、50円光熱費を払ったよっていう、まあ、そういう取引を表す。ですから、まあ、これももう交換代数書いた方が簡単かもしれない。この山屋の売上伝票ですね。これで利益と光熱費って項目を収益項目によく繰り返る話をやります。まあ、これ理由によっていろいろあるんですけども、例えば利益というのは営業収益に振り返る。で、光熱費というのは営業収益が減る方に振り返るという、まあ、こういう振り替えをやるときに、この伝票を足すんです。今このなんていうか利益っていう項目に対して反対側に利益を書いて、でその反対側にさらに営業収益を書くと、利益は右側についてる100に関して、で、光熱費っていうのは左側についてるやつに関しては光熱費を右側にやって営業収益を左側に書くとして、これを全体を足して残高試算表を取ると、まあ、実は振り替えができるっていう、そういうのが簿記でよくやる演算なんですが、これは一体何をやってるかっていうと、XY イコール200現金プラス100ハットリンゴプラス100利益っていう取引があった。まあ、伝票ですね。それから一つ一つの取引って伝票だと思ってください。だから一応これ言い忘れましたが、トランザクションっていうのは、二項関係で生じるのが多いんですが、まあ利益が湧き出した時なんかはこういう三項取引っていう、3つの項目での取引っていうのを、よく書きます。だから現金が200入ってきてリンゴ100で、まあ、利益100ということですね。まあ本当に原則論でやる人は100現金プラス100ハットリンゴで100現金100利益という2つに分解して書いてもいいんですけど、つまり100利益分が利益として湧き出したということですね、このシステム。まあ、実際こうやって湧き出したものの相対っていうのがGDP に当たるわけなんですけど、まあ、これを一緒くたにしてまとめて参考取引って書くのがごく普通なんで、ここでもその流儀に従っています。まあ足してしまえば皆同じですね。で、これに対して振り替えデータっていう伝票、振り替え伝票って呼ばれるやつが XI、X4 のやつなんです。これは利益というものを営業収益に振り替えると、つまりもっと正確に少し代数的な言い方をすると、利益って項目のやつを引っ張ってくるんですね。ハット利益で引っ張ってきたらそれのノルム絶対100に当たるもので
ハットをつけた利益のやつを作る。つまり相殺すべき項目を作る。つまりこいつは消すよと。でその代わりそいつを営業収益ってやつにコンバージョンしたいわけだから、同じ絶対値を持ったやつで営業収益ってやつに変えるよって。つまりこれはある分類を別の分類にコンバージョンするときのコンバージョンデータを作ってます。コンバージョンってオペレーションをやる代わりにコンバージョンデータを作る。これも実はやりたいのは光熱費を営業収益に振り返るやつですから、プログラムとして書いたらイフなんちゃらか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 んちゃらみたいな形で書くかもしれないんですけど、実は会計、実は企業 のデータ処理が極めて簡単で、現実に人間がやってるのはコンバージョンデータを作るんですね。間違いない。でコンバージョンデータを作って全体として足して、そしてバーを、そうすると、コンバージョンした結果が出てくるということで、ここから何が出てくるかっていうと、まあこれ要するに X1 プラス X2 プラス X3 プラス X4 をやってからバーを、その相殺演算をやると実際にはなんでこの英語になってるのかよくわかんないけどまあ同じですね、キャッシュプロフィットで、プロフィットレベルで、これで、残高、ここでまあ今これが元のやつですね。でこれが振り返りデビューです。でこれをバーッと相殺してやると、とコストとコスト、これ両側で相殺されて、でプロフィットとプロフィットが両側で相殺されるんで、それで、まあ、キャッシュとキャッシュはここで相殺されてますから、150キャッシュでアップルが100 で残り生きてるのがリベニューが100と50で相殺されて50になって、150と150と再バランスしてるよっていう、まあそういう話なんです。でバランスって概念もこれも後で交換台数の中でやりますけど、これもちゃんと成り立ってるんではなくて証明すべきだと思うんですけど、ね、まあ一応こんな感じになる。それを今代数的に処理したんですが、計算やってなかったですね。まあこのバーの計算をした結果、今と同じやつが出てくる。つまり情報処理のポイント、この情報処理ってむっちゃくちゃ面白いんですよね。元データがあったらコンバージョンするために必要なデータを策定する。これ元データからほとんど自動的に策定するプログラムを作れます。で策定したらそれをベースに、その、まあ、後で僕らの方のコマンドで EX トランスファーってのがあるんですが、それは何を何にトランスファーするかっていうことだけ指定してやると、このデータを作成して両方のデータを足し込んでバーを、まあ、計算してくれるっていう、そんなやつを作れるんですよ。そうすると、まあ、答えはさっと出てくるということで、代数処理技術って結構楽しいです。計算が全てそういう意味ではデータのオペレーションに還元できる。で振り返っていう概念、極めて一般的な、まあ、今のは振り返りの一助なんですけども、振り返りデータっていうのは基本的には振り返り対象の元データと、それから振り返りに必要な振り返り伝票と呼ばれるような振り返りデータを足して、そしてバーをかけるっていうオペレーションで全部かけます。この種の振り返りデータの中にはアグリゲーションや暗分や単位の変換や、まあ、それから今見たやつっていうのは、まあ、文字通りの振り返りですね、も入ります。ですからいろんな種類のコンバージョンっていうのがこの中に入っています。で、ですから例えば円をドルに変えるみたいなやつも、それも振り返りの中になります。で、この種 の振り返りっていう概念を使うことによって、非常に統合的に、しかもメンテナンスよくいろんなオペレーションをかけるんですね。まあ会計関係なんですね。で、冗長代数の上のいろんな変換作業は比較的統一的かつ、まあ容易に行える。さっきの伝票を使った振り返りのやつ以外、アグリゲーション、合併、暗分、単位の変換、追加の変換、インフレなどの化学体系の変換、ね、こんなもんみんな書けるし。で、例えば300円の津軽というリンゴの品種と200円の富士、100円の紅玉があるですね。300津軽プラス200富士プラス、100紅玉。この津軽富士紅玉という品種をリンゴとまとめて分類する操作の一種の振り返りなんですね。でこの場合は津軽富士紅玉に対してリンゴっていう規定関係の対応関係のマップが与えられていると、そのマップを使って300ハット津軽円プラス200ハット、リンゴ円プラス100ハット紅玉円プラス300リンゴ円プラス200リンゴ円プラス100リンゴ円という振り返り用の弦を生成するわけです。この FX 弦
ダーッとこう生成するオペレーターっていうのが割合自動的に作れますから。でアグリゲーションを表す振り替え GX のものは FX この作った、まあ、あの振り替えのテーブルを使って X プラス FX にやってバーをかけるっていうこういうオペレーションをやると、まあ、これ要するに答えは600リンゴ円というのがパッとできるんです、ね、でこういう種類のもう全てこのやり方振り替え伝票の作り方さえできれば振り替え伝票つまり振り替え用のデータさえ作れば元のデータに振り替え用のデータを足してバーをやるっていうそういうやり方でできるんです。でまあこれ一般的にそのアグリゲーションマップはこんな構造になるんだよってこう代数的に元のデータが X であればあのアグリゲーションマップはそいつにハットをつけたやつに対してコンバージョンのやつを使ってそのオントゥーマップを使ってこうモードを持ってきてこういうふうに計算できるとか、まあ、数学には定式が書いてありますけども実際に実は我々のプログラムってこのほとんどこの数学的定式化で実はこういうアグリゲーションの時のこれ変換テーブルを使って変換テーブルのオントゥーのマップを使って、こういう FX を作るというプログラムはほとんどこれなんです、ね、つまり、まあ、我々の考え方っていうのは使用期日を代数的にやる代数的に使用期日をしたものがそのままプログラムになるという考えです。ですから、まあ、これ実は代数的使用期日っていう考え方ってプログラミングパラダイムでそんなに珍しいものなんですね。ただそれをリアライゼーションしている言語はそんなにたくさんないんですけども我々の言語は典型的な代数的使用期日型の言語でしてその意味では何をやりたいかっていうのをこの交換代数、冗長代数のオペレーターと集合の記号でもって正確に使用期日するその使用期日がだいたいほぼ1対1のプログラムになる、うん、そういう工事のプログラミングを作っています、まあ、それが実際にJavaのコードに落ちるわけですということで、まあ、アグリゲーション、まあ、この同じことの繰り返しですけれども先ほどの、アップルオレンジツナ40ブルース20フィッシュという例がありましたがこれ もう同じですね。これも振り替えのためのこういう、規定間のマップがあったらばそれをベースに、この振り替えテーブルのデータを作るわけですね。 Y ってデータを作ってで Y ってデータを作って X プラス Y にバーをやると40グループプラス20フィッシュとなるということで、振り替えデータを作ってでそいつを足し込むっていうその操作にもう全部なんか集約されるわけです。じゃあ他のケースどうかというと暗分っていうデータ処理です。一つの分類項目をさらに細かく複数の分類項目で分割する作業ですね。これもよく実は現実 の統計処理とかそういうのがあります。例えばリンゴってアンケートが得られたんだけどもリンゴって答えた人がいたんだけど実はリンゴについての細かいアンケートで、ってか果物についての細かいアンケートで津軽と富士って紅玉っていうふうに答えてくれなきゃならないところをなんかリンゴって答えが来ちゃったとでそういう答えがいくつも出てきてるとで別のデータからその津軽富士紅玉に例えばこういうケースは、まあ、何にもデータなければ1対1対1で分割するんですけど他に何か参考になるサイトとですね、まあ、補助系列みたいなものがあったらそれで比率を入れてやるみたいな形で分割するみたいなことを考えると600リンゴに対して600ハットリンゴプラス200つがれんプラス200富士円プラス200富士円で足せばこれもある意味当たり前ですよね。比率で持っていくわけです。ただこれもこの比率からいわばこの暗分のデータ FX を計算する方法をちゃんと定義してあれば自動的にこれ暗分に向かっても定義できるわけです、ね、暗分の分割これもまあ全く同じですね、これはまあ例えばリンゴを津軽富士紅玉に3対2対1に分類するみたいな話があった今度は、Y という値をですね、600ハットでアップの方形式、300つがる200富士、100音玉っていう形にして分割するということで、足してバーを取れば答えが出るということになるわけです。この種のやつってのは本当に、比率による暗分、まあ、比例による暗分とか、まあ、いくつもこの種の暗分っていうのは定義できるんですよね。ですから、まあ、ウェイト係数があれば、そのウェイト係数を使って暗分することもできるしということで、まあ、これも簡単な計算アルゴリズムでこの種の計算はできますし、これも暗分の一般形ってのはどういうふうになるか、暗分マップはどういうふうに
できるかっていうと、これはまあ、式として書いてあるだけなんで、まあ、あまり面倒くさいですから省きます。ということで、暗文とアグリゲーションに関してですね、まあ、結構、これ実際に我々の方のプログラムは、暗文変換表というのを書くと、ここに from name、from unit、from time、from subject から to name、to unit、to time、to subject になって、アトリビュートがあって、バリューというふうになってますが、例えばこれ、要するに、こういうテーブルでもって変換の定義をやると、さっきみたいなアルゴリズムで、全部変換用の、伝票というか交換台数を作ってくれる元データに対して、でそれを足してくれると、まあ、このプログラムは一応そのバーはいつでもできるんで、ちょっとバーをしないデータだけを最初に出すという確か設定にはなってるんですが、これでアグリゲーション、それから比例暗分、それから乗数暗分つって、まあいろいろ単位を変えたいとかいろいろ変えたいことがあることも含めてですね、掛け算をやるっていうそういうやつが入ります。ですから、例えばみかん、リンゴ、みかん、バナナを果物にすると、でメロンを高級果物、マンゴーを高級、果物にするということで、これはメロン、マンゴーの場合は単なる変更で変換で、リンゴ、みかんの場合にはアグリ、アグリ、アグリということで、まあ、これは5文字の小文字でもいいということで、まあ、これもアグリ、実質的にはトゥーネームのところでやってるのアグリゲーションになってるんですよね。で、こういうふうに書くと、あるいは魚の場合には今度は魚がマグロ、カツオ、サンマ、イワシに5対3対1対1と、そこでは5と3と1と1を足して10分の5、10分の3、10分の1、10分の1というふうに実際に分けてくれます。まあ、肉類の場合にはこれ肉を牛肉にすると同時に、それを、まあ、これ2倍して1倍して1倍するっていうそういう変換をやってくれる、まあ、こういうふうないつか変換パターンデータを入れておくと、そうすると、まあ、例えばここで言うとですね、リンゴ、みかん、バナナがあって、これが10、23、まあ、右側のやつはこの、データですね。リンゴ、みかん、バナナがあると、これが果物で60に、なる。で、肉類のやつが上数、これで、マグロ、カツオ、サンマ、イワシってやつが、これ作ったデータで、リンゴ、みかん、バナナで果物は60になって、こいつをこの水色のところだけちょっと見てもらいますと、リンゴ、みかん、バナナってやつに対して、出来上がってきたデータがリンゴ、みかん、リンゴか、みかん、バナナに果物が、足し込んであって、リンゴがハットっていうふうになってます。これ、すみません、データの見方ですけども、先ほどの規定ってやつが表テーブルになったときには、このノーハットっていうのは、まあ、先ほどの言い方で言うと、これの規定のリンゴとかっていうのに、ハットがついてるやつは、ハットなんですね。何もついてないのは、ノーハットなんです。ノーハットってわざわざ書くっていうところが、ちょっと面倒なんですけども、それで、表っていうか CSV 形式の中でこういうデータを一応表現をしています。ですから先ほどのリンゴ、みかん、バナナに対して10、20、30のノーハットっていうのはそのまんまのやつですね。でそれに対して実際にはそれをハットにして果物をとして60ノーハットっていうやつを新しく作ってくれるやつが、ここで、まあ、生成されてるわけですね。これは元データに対してこいつが生成されて、これちょっと全部まとめてここに書いちゃったので分かりにくくなりますが、でそいつをバーをするとこっちのあっていうか、まあ、これを正確に言うとバーはまくしないですね、これを簿記形式で表すとこっち、ね、でそれをバーをするとこっちになって、出てくるっていうそういう形になります。元データに対して FX っていうのを作ったっていうのがこの辺の真ん中あたりで、そいつにバーを与えたのがここっていうそういう形になります。で魚に関しても魚をさっきの比率5対3対1対1にやって、魚100はハットで消しておいてから5対3対1対1でマグロ、カツオ、サンマ、イワシっていうデータ FX を作ったのがこれですね。でこれを実際にバーを取ったのがこっちっていうそういう形になります。
同じようにして肉類5っていうやつがあった時に、そいつを消して牛肉、豚肉、鶏肉っていうのがに、分けたんだけど、今度は比率ではなくて、5っていう数字をそのまま持ち越して豚肉、鶏肉にしてて、牛肉に関しては2倍かけるっていう乗数暗号なんで、バーを取ったらこの値が出てきた。まあこんな形で、求める目的に従って、まあ、データコンバージョンテーブルをこういうふうに書いてあると、そのコンバージョンテーブルから、まあ、自動的にこんな計算ができるよっていう、そういう話になります。さて、そこでまたちょっと話を戻してですね、この種のダブルエントリーの記述ですね、これ僕の世界ではダブルエントリー当たり前になってるんだけども、実はこの種の話っていうのは自然科学のケースでも持ち込もうと思えば持ち込めるというか、実はこれから先リソースマネジメントとかエネルギーマネジメントとかを考えるときには、この種のダブルエントリーの記述をしないとダメなんじゃないかっていうのが、まあ、すごくあるので、まあ、その話をちょっとだけここでやっておこうと思います。ウォーターフローのダイナミクスっていうのは、ダブルエントリーで書くと水の流入は利益、地中から得たなのか借りなのか、お金を払って購入したのか、まあ、そういうものが区分される記述になるんですね。物理でシングルエントリーで、もう典型的な一つの例でウォータータンクってのはよく使いますけれども、科学的にはそんなこと気にしません。入ってくるか出るだけですが、それを気にする記述っていうのは書けるんですよね。つまり騎手残高で、今のって大体これ書き方わかると思いますけれども、騎手残高として初期状態のダブルエントリーで与えました。30ウォーター CCT タンクタンクタンクにところに水が入ってるのを書いてますね。30リベンジ CCT タンク、つまり30初期にこれはまあ内部留保が存在してたと、水がタンクが、まあ、CC で取るのが良かったような気もしますが、これを常にダブルエントリーで状態変化を書こうとした。そうすると例えば、10ウォーター CCT タンクプラス10インフロー CCT タンク、この場合のインフローっていうのは、事実上本件の場合のインフローっていうのは外から人からもらったやつはインフローじゃなくて利益とか、人から借りたやつとか買ったやつというのは別の分類になりますから、この場合にはもう純粋に地中から、まあ、湧き出してきたりとか、そういう意味で のフローというのを使いますので、流入イコール利益、流出イコール損失というふうに考えてもらってここ結構なんですが、そうすると10、まあ、インフロー利益になっててから5タンクに穴が開いててどこ行っちゃったというやつは5ハットウォータープラス5アウトフローと。でそれに対して今度は15のウォーター水を借りたと、どっか 15cc お願いだから貸してくれと、トントンにしておくべきです。 15cc お願いだから貸してくれというふうに借りたと。で5だけ返したと、まあ、同じ人に返したかどうか知りませんが5だけ返したと。でさらに債権取引で実は15借りといて30実は貸したと。で30その分だけ、まあ、クレジットっていうか、まあ、債権があるんですね。でこれ水が出てってるけど損失ではなくて貸し水ですよね。でさらに、5だけこれ水が返ってきた。で水が入ってるけど利益ではなくて返却である。だから利子水を利益で記述することもできるし、ここは水じゃなくて現金が増えたっていう書き方もあるんですよ。利子の部分だけね。でダブルエントリーにすることで単なる水の変化だけで、これ全部水の変化ですよ。水の変化なんだけど全部ダブルエントリーで書いてるから、その水の変化の内訳っていうのはその、雨が降ってきて儲かった、タンクが、壊れて出てっちゃった、水を借りた分、貸した分、返された分、そういうふうに分類されて全部ウォーターの変化が書かれてるんです。でリソースの変化っていうのはこういうふうに書くことで初めて、まあ、会計的な状態っていうか財の状態として書けるリソースマネージャーで、これをもちろんアディショナルなテーブルで書くことはできるんですが、アディショナルなテーブルで書いたとしたらもうリンクが取れなくなるから非常に複雑な注釈の体系の嵐なんですね。まあ、現状よくこういうの XML なんかで注釈の体系の嵐みたいな複雑な構造にしますが、それ情報処理やろうとすると結構というかかなりややこしいわけです。これまああくまで代数的な記述ですから会計と同じようなこれでも簡単にしようと思います。ということでこのケースを見てもらうと分かるんですけれども、まあ、ウォーターフローのストック、フローにもかかわらずこいつは
完璧に、まあ、ある種その何ていうか社会科学的というか財務的な記述になっている、つまりある種のアッパーコンパチブルな記述だというふうなことが分かっている。でここで残高計算をやりますと、これはもう典型的なこの全ての取引のやつを足してですねバーでこうやるわけですね。これは残高資産表ってやつ。そうすると残高がどうなってるかっていうと、10ウォーターが出てって、で10利益があって5損失があって10水の債権があって、水の負債があって25水の、債権があるという状態で、まあ、今度インフローの部分をさっき の考え方と同じで、まあ、リベニュー、収益のところへ、振り返って、でアウト損失の部分も収益の減少に振り返ります。そして期末残高、つまり期首の状態に残高を加えて倍演算で状態の繰越演算をやりますと、最終的にはこの20ウォーター CC プラス35リベニュープラス10ウォーターのライアビリティプラス25ウォーターのクレジットということになって、水は 20cc 今タンクにあると。で他に10の水の負債が存在して、25の水の債権が存在して、35の内部流ということで、水の現物は資産として20なんですね。ですから現物レベルでいうと、これタンク最初30入ったわけですから、現物レベルでいうとお水は減ってると。だけれども、でしかも水を10借りてると、でも貸しが25あると。で結局資産の内部留保は35っていう形で増えている。つまり初期に比べると水の現物が10減ってるが、内部留保は5増えており、同時に水の負債が10、債権が25増えており、10の水資産の減少と差し引き15の水債権の増加で内部留保は5増えるっていう計算になっているということで、実は水に関する非常に複雑なウォーターリソースマネージメントがですね、この形で非常にシンプルに書けるわけです。これをさっきの水タンクの計量データ、センサーデータのデータの物理的記述とですね、その他のいろんな記述を合わせてですね、データテーブルに持ってってエクセルでガチャガチャガチャみたいにしたら結構大変になると思うんですが、これはもうまんま簿記形式、つまりダブルエントリーで負債を入れることでナチュラルにいろんなリソースの変動、今まで我々リソースの変動っていうと財務上上ってくるようなそのリソースの変動を通常、まあそういう意味では現金単位と書いてますね。ここではそうそう忘れてましたが、要するに現金単位で書く必要は必ずしもないわけです。現金との間のコンバージョン、いくらっていうのがあればコンバージョン、まあ、我々は常にコンバージョンでテーブルの間を行ったり来たりするっていう考え方になってます。もちろん価格が変わった時には評価損、評価益みたいなのももちろん出して計算することができますし、常にコンバージョンなんですね。でこういう体系記述をすることによって、いわば財務上のその通常の財ばかりではなくて、まあ、ウォーターリソース、あるいはエネルギーリソースですね、まあこの後午後にその、まあ、スマートグリッドなどクールグリッドというコンセプトをやりますけども、そういうようなリソースとか、非常にこれから先インターネットもシングスの時代になってマシンが喋ってくれるような、いろんなリソースの変化、あるいはサービスですね、サービスなんかも典型的にこういう書き方をすると非常によく分かるようになっています。そういうものを、まあ、こんな形で情報処理することが可能になっています。でここから先は、まあ午前のセッションは、まあ、体系の理解ってことがベースなので、はい、一応こういう本が出ていますというのと、これとあと複雑系としての経済学と3日ぐらいの本と小売系の細かい話はあります。で一応ここはさーっと流すだけオペレーションの話をします。でその後少し言語の話をやりたいと思うんですけれども、ここで言ってるのは、まあ、その一応マトリックス簿記なんて聞いたことがあると思いますし、複式簿記っていうのは、まあ、ごく普通の計算なんですけど、我々まあそれを少し、まあ、抽象化してちょっと関係代数っていうのは省きますが、まあ、交換代数って体系を作る、それもさらに深層構造に冗長代数ってで、冗長代数っていうのは計算体系だけ見ると冗長実数や冗長数列みたいなのを作れるよっていう、まあ、抽象化の系列みたいなのが簡単に考えられるんです。であと会計に関して言えば、ちょっとしたこれはチップスなんですけども、歴史で言うとそのミクロマクロ会計の合理化っていうのはそのいろいろ歴史はあるんですね。オークルストっていうその会計理論っていうのは、まあ、会計工事何をすべきかっていう話 で、イジュリさんってやっぱり非常に有名な会計学者は会計を電気回路に例えて多元簿記っていうのをやったんですが、氷川やってるんです。でリチャード・マテシ
店を直接会ったことがありますけど、これもあの簿記の抽象化を進めてマトリックス簿記を展開したんですけれども、ただこの人もいわゆるあのここで言ってるような意味での、 あの数理法理化はやってます。で同じようにしてマトリックスでやってきたストーンの弟子のパヤットっていうのと、まあ、マテシティお互いにあの知らなかったところが両方にあったので確認取ったんですけども、まあ、どっちもマトリックス形式で実は議論を始めてるんです。で実はマトリックス形式よりはもっと深層にあるこういう規定代数形式の方がより深い分析が可能なんです。で、ね、ここから先はあまり細かい話はやりませんが、その今の簿記って体系は冗長代数と交換代数っていう2つの公理形で特色付けられて、で借り方と貸し方っていうのは規定に関するそのある同値関係を取ると同値類が2つしかないということで特色付けられる、そのまあいわば規定の間の同値分類なんです。でその同値類の間のあのダブルエントリーの記述っていうのはその同値類の両方から1個ずつ持ってきて同じ値のもので記述するっていう、そういう記述方式だということが分かるんです。であと左右のバランスなど簿記で当たり前だと思われていることは、まあ、これからちょこっとだけ述べます簿記の公理系の中で実は証明できるんです。ではあのそのためにちょっとだけ記号を、先ほどやったハットとかバーっていうのは計算用の記号なんですが、これちょっとその両側に矢印のついたこれ交換関係っていう記号なんです。500現金というのは500ハットリンゴと交換関係、あるいはもうちょっと規定間の関係としてこの交換関係というのを入れて、現金とハットリンゴは交換関係で、交換関係にあるものをで同じ大きさのものを、まあ、ペアで、まあ、場合によっては3個取引になりますけども、ペアで表現したものがダブルエントリーのトランザクションと呼ばれるものになります。で交換関係の公理形っていうのはこの規定の間で今の交換関係という形を使って A と B が、例えばリンゴと現金ハットが交換関係ならばリンゴハットと現金ハットハット、つまり現金は交換関係にあるとか、こういう規定の間の交換関係を満たす関係を、まあ、あの6つに整理した、まあ、実はもうちょっと減らそうと思えば減らせる部分もあるんですよ、まあ、割合あの僕がお気に入りのこの、 あの6つの体系になってて、でこれは要するにその意味のある取引は何かっていうのを決めてるんですよ。つまりリンゴを売って現金を入手するっていうのが意味がある取引だったら、現金を払ってそのリンゴを購入するっていう取引も意味がある。つまり両側の取引、ハットをつけた反対側の取引も意味があるんだよという、そういうことを意味してますし、から公理系の2番目っていうのはリンゴを売って現金を取得する取引とリンゴを売って売掛金を取得する取引が取引関係を満たすならば、現金と売掛金を同時に得るっていう取引は取引関係の考慮を満たさず認められないよ。つまり世の中には交換関係でない取引ってあるんですね。現金が入って売掛金が入ってくるなんて美味しい話ってはない、まあ、リンゴを売って例えばこれリンゴを売って現金が取得するっていう、つまりリンゴハット現金、それから現金 みかんハットっていうのがない、そうもっと分かりやすく言うとリンゴと現金ハット、現金ハットとみかんっていうふうにするとみかんとリンゴが同時に入ってくるってのはないよ、そういう話。みかんとリンゴを同時に拾った場合にはみかんとリンゴと利益って書かれてるんです。ですから意味のある取引をこうやって効率化するっていう作業を、まあ、2、3、4、5というふうにやっておいて、で取引不可能関係っていうのは取引関係ないことであるというふうに定義すると、この公理系から取引不可能関係っていうのは、まあ、規定の空間上の同値関係だ。で規定の空間はこの同値関係によってたった2つの同値類に分けられるってことが分かって、その両方を片方を借り方、片方を貸し方と分ける。つまり例えば資産負債、資本利益、コストっていう規定があって、片方にハット資産、ハット負債、ハット資本、ハット利益、ハットコストっていうのがあるとすると、貸し方っていうのは資産と、あ、借り方ですね、借り方は資産とハット負債とハット資本とハット利益とコストで、貸し方っていうのはハット資産と負債と資本と利益とハットコストなんですね。でこういうふうに違う分割の仕方で分けられると、まあ、非常に面白い。任意の会計ベクトル、まあ、あの会計、まあ、さっき言った冗長代数の弁と思ってもいいですけども、まあ、借り方ベクトルと貸し方ベクトルを割に1に分解できるとか、まあ、いろんなことはここから合理的に言えて、でさっきの冗長代数の部分に関してはもうちょっとややこしいですね、非常に
面白い二項演算プラスと、まあ、この公理系っていうのは規定感だけの関係の公理系ですから代数系は決めてないんです。さっきの冗長代数ってのは一体何なのよって話になると、今度は冗長代数ってのはそのプラスと単項演算としてのあのハットとかそれにスカラー倍が定義されて係数がプラスの、まあ、この17の公理系を満たすっていうややこしい体験になるんですが、まあ、実際には先ほどの話で、まあ、冗長あの数っていうのは分かると思いますが、実はこれ実数のペアで表現することができます。 x1、x2 っていうのはどっちもプラスの数だとすると、足したやつはそれぞれの項目のやつで、で a というのをかけるのはそれぞれで、ハットをかけるというのは x1 と x2 を逆さにするという入れ替えで、バーをかけるっていうのは大きい方にこう残して、で、大きい方の方にあの差し引きしたやつを書くんだと。例えばそうすると451289っていうのはどれも、例えばマイナス1に当たる電話は451289だと、つまり右側がマイナスで左側がプラスの方に当たるっていうのをこういうふうに2つの数で表現することができる。バーだと45バー45イコール01バー89イコール01、まあ、こんなふうに表すこと。この公理系を満たす冗長代数の体験というのは、こんな風にしてペアの弦として作ることもできます。まあ、こんな感じで数学的には非常に面白いですね。で、まあ、冗長代数から交換代数をどうやって作るかとかですね、つまり、冗長代数の規定集合の中からこうラムダ上の二項関係、交換関係の項数、係数で2、3、5、6を満たすのが一般的とか、そんなのもあるんですが、まあ、一番わかりやすく言うと、あやはしがプラスのストックイン、マイナスのストックアウトって4つの分類があってですね、そこへ全部規定が分類できるようであれば、あの交換代数の公理系に1位に拡張できるということで、実は交換代数っていうか交換関係の公理っていうのは、例えば現金っていうのはプラスのストック、負債っていうのはマイナスのストック、利益っていうのはイン、損失っていうのはアウトっていうふうにして、そういうふうにして全ての勘定をですね、このプラスのストックインマイナスのストックアウトに分類できれば、そこから自動的に交換関係っていうのは定義できるよっていう、コンストラクティブを定義することができます。まあこれはこの辺はまああの少し、趣味に近い状況なんで、まあ、あの公理系は別に知らなくても全然困らないんです。まあそんな風にして分かることもできる。でここから先もう12時になるのであんまり時間がないんですが、交換代数のソフトウェア実装について少しだけお話しします。代数的使用記述による会計的なデータに関する、まあ、現場レベルのモジュール記述と絶えざるビジネスプロセスに対応できるモデル開発っていうのが、実はこの初期に、実は最初内閣府のプロジェクトで、まあ、これを始めたっていうのがこの言語開発の最初だったんですけど、毎年毎年改変があってなおかつロバストなプロセスをどうやって作るか、でシステム分析上流設計からソリューションまでの連結ですね、そういうものを意識したシステム分析をどうやるか、つまり現場レベルでモジュールをメンテナンスできて改善可能なモジュール管理で、数千から数万のモジュールをどうやって管理するか、使用技術の統一と、まあ、上位のサービス層でのモデル化仕様の規格化っていうのが重要であるっていうことで、まあ、ドメインスペシックランゲージとして作ったのが AADL アルジェブリックアカウンティングあのディスクリプションランゲージってやつなんですね。で使用から実装モジュールに展開するときのブレを防ぐっていうのが最大の目的でした。使用技術はここで出来上がってきているのは代数系をベースに、まあ、ほぼ数学的に行うんです。一つ一つのモジュールは、まあ、正確に言うとフィルターという考え方で、あのインアウトのフィルターでデータ処理はその組み合わせで定義するので、一つ一つのフィルターは数理的に、まあ、数学的に非常にきれいに定式化できるという形なんです。ですからソースコードが失われたとしてもですね、ほとんどあの使用書が完璧に失われたとしてもほとんど問題なく、あのソースコードを見ればその仕様は分かるという、そういうことです。で、あの交換代数のパッケージを中心に使用技術の、まあ、代数的集合方法を標準化して、で、まあ、あのモジュールの組み合わせはビジュアルです。まあ、ビジュアルだというか、今回は、まあ、あのマクロっていうやつでやってるんですけど、で通常プログラムの開発っていうのはユニットテストみたいな考え方があるんですけど、代数的使用技術の場合にはむしろフィルターのインとアウトですから、その使用 の, あの正当性っていうのを数学的に確保しておけば、それがそのままフィルターになるので、その使用の正当性に関するあの扱いっていうのは非常にあのロバスト で、ほとんど使用技術にあの if 文とかそういうのが出てこない、ほとんど上から下に落ちるような形の技術、それはまあ
内包的なプログラミングとしたりもしてるんですけど、ということで、まあ、結構、まあ、その意味ではあのサービスオリエンテッドアーキテクチャというやつに一応近いと思ってますけど、今要するに顧客の概念層というかビジネスの概念層というのはほとんど交換台数というデータ台数とそのオペレーションの組み合わせからできるという台数的な使用期日の分析をベースにそこからプロセスのワークフローを買っていってやります。これはまあ後の方で実際にあのエネルギー補給なんかをどうやるかって話で、まあ、あの見えてくるんですけど、まあ、これが実際の我々のやつで今、まあ、この下に50グラムのものがありますけど、ワークスペースを選択しているので、これはまああの、あの後で後ほどやりますが、まあ、こんな感じで、プログラムを作ってエディターで開発してコンパイルしてっていう形で、まあ、これ非常にシンプルな数学的な、なんかこう、こういうモジュールがあったとすると、ラスパイルスの固定デフレーターみたいな、こんな風に数学的に定義できるとすると、数学的定義がベーッとかいうノルマがあって、これもあくまで数学的定義なんですが、それをほとんど同じノリで、記述すると、もちろん、この NA とか NB ってのはノルムの値だとか、A とか B がプロジェクションの値だとか、こういろいろ展開はされてますが、これ、この式、ほとんどそのまんまですね。こういう式をそのまんまその計算するようなプロセスっていうのを我々は大抵許しているわけです。で、ここから先のこの文法の話っていうのは、付録で配られたやつの中に、まあ、文法書がありますので、実際には見てもらう形になるので、今日は文法まで細かくやってる余裕はないんですが、全体の概論ってことなんですが、基本的にはブーリアン、デシマル、ストリング、EX ベース、EXR で、まあ、ブーリアン、デシマル、ストリング、まあ、当たり前で EX ベースってのは交換台数の一つの規定、 EXR って言ったら交換台数の言語があります。でトランステーブルってのは交換台数の振り返りのテーブル の、 あの、まあ、情報ですね。あとはまあ大体 EX ベースセット、交換台数の規定の集合とか EXRJ セットとか、まあ、こんなやつ使えると大体のことはできる。で、まあ、こういうリテラルにあと普通 の、 あのエスケープシーケンスの書き方とかこんなのがあって、で交換台数のリテラルは実際にダイレクトにはこんな風に書けるよとか、まあ、アット演算子によってちょっと書きたければあのこんな風に書けるよっていうことで実際にあのまたリストを入れてられるとか、で、まあ、これはあの簡単なサンプルですけれども、まあ、書き方は EXRJZX っていうのに CSV に対して CSV ファイルとポリ CSV っていうのを読み込んでくるよというか、まあ、この中身が交換台数、フォローして、まあ、スラッシュスラッシュでコメントが入って、まあ、この辺は同じです、ね。で、EX ベースセット、この規定の方の集合に対して、規定のデータが入った CSV ファイルを読み込んでくるよとか、EXRJA1 というのは、1山田プラス2ハット、山田 N、なんとかなんとかっていうふうに、こういうふうに定義できるよとか、EXRJA2 はこんなふうに定義できるよとか、3は A1 プラスハット A2 で定義できるよとか、まあ、それから今度は、規定の集合 EX ベースセットっていうのはこんな風にしてカッコで作って定義できるよとか、和集合が定義できるよとか、インターセクションが定義できるよとか、差集合が定義できるよとか、プロジェクションを定義してから絶対値をあのこう、これは E っていう先ほどの、交換台数の規定をあの EXR でのセットの中からその規定のやつへのプロジェクション、つまりその規定の分だけ弦を切り出してから絶対値を取ってると、まあ、こんな一連の計算みたいなものがこんな形でシャカシャカできるよっていう、そんなような、これ計算です。で、まあ、あと予約語が普通にあって、プログラムの、割合ちょっと特殊なのは、あの、ですね、プログラムの中で、まあ、ダラ1とかダラ2とか、引数を入れて、これファイルとかこういうのを表すのをよく使っているという。あと、演算子は、まあ、通常の、あの、演算子がいくつか定義されているという。ファイルの入出力は、この、ファイルの入出力割合、あのなんかこうパイプ変数みたいな感じになってますけれども、ファイルの入出力を変数制限とともに記述することで割合単純にやるよと。で、ベースは CSV ファイルと、それぞれの形式に関して XML 標準形があるんですけれども、XML 標準形、最初すごい使うかと思ったんですけど、結局使いませんね。はい、XML、さようなら XML みたいな感じで、ほとんど CSV 標準形になります。ということで、まあ、この辺ファイルの入出力があると。話で、あと組み込み関数やユーザー定義関数が定義できて、基本的には Java ですので Java を組み込むことができるんです。で、繰り返し処理が、これがちょっとややこしいんですが、ここはあの今回の言語そのものをやることが目的ではないんです。
ですが、あの何らかのイテレーターリストプロジェクトから要先生の名を取り出すっていうイテレーターをベースに条件式を書いて内包式を書くという、そういうような書き方が、まあ、割合普通に行われます。ですから、まあ、これはそうですね、ここから i というやつを t というやつを取り出してそれに対してプロジェクションをかけてというようなことをやってますけれども、で、これ二重のイテレートやってますね。 t と i と両方この辺のセットから取り出して、で t と i とイテレートをかけて、プロジェクションをかけて、でその結果を EXR でセットにして、もう内包で書くんで、これ普通フォアループで返したらやってられないというか、まあ、結構めんどくさいですけど、内包でシャカシャカと書くというそういう構造になっている。比較的上から下へ落ちるようなプログラムというか、まあ、でも実際には我々の考え方としてはプログラムを作る人というよりは、我々そうやって作った簡単な、まあ、プログラムモジュールを組み合わせたり、まあ、あのマイクロモジュールっていう手法を、まあ、これを開発している最中にあのそこにいらっしゃる大貫さんが提案されて、実際やってみるとでっかいプログラムを書くのはアホじゃというのがよく分かってきて、フィルター型のデータ処理でもちっちゃいプログラムを連鎖で書いていくのはもう恐ろしく正しいという。でしかも今日後でお見せするみたいに、我々今モジュールランナーというこのモジュール、作ったモジュールを組み込んでデータにアプライして、その結果をまた吐き出してそれを画面で確認するっていうモジュールランナーっていうスキームを持っているので、モジュールランナーの上で既存の、まあ、あるいはちょっとした必要なちっちゃいフィルターを足し込んで、それの組み合わせで大体こんな感じでいくよねっていう風にしてから、後でそいつをマグでつなぎ合わせるみたいな、そういうあの開発方式が恐ろしく楽だということが非常に分かってきました。まあ、で AADL 条件判定文も書きました。から Java コードの埋め込みができます。 Java 好きな人はここに付き合うと思います。まあ、一応そんな感じで、まあ、テキストの作成コンパイルみたいな話ができて、実行設定実行、まあ、この辺の話は後で詳しくやりますけど、そんな感じであのやっていくということで、まあ、これはここから先は、単なる事例なんてもうお昼になったので、やめて、まあ、最後、まあ、我々そうです、ね、あ、一応これが一番最初に、これをやったときですね、あのスタートポイントでしたということで、午前中のセッションはこんなところでとりあえず終えておきたい。まあ、午後は実際にあの皆さん の具体的に見た後に皆さんで実際にいじってみるっていうのを入れながらやっていこうと思います。まあ、午前中のセッションのところで特にあの何かこうこれだけ聞いておきたいっていうのがあれば、あの今は伺いますけど、大体イメージ伝わりました。ちょっといいですか。はい、あの今お話、あ、つまらないと思うんですけど、今お話伺ってですね、その、なんていうのか、その状態の記述とこのイベントの発生の記述を、まあ、同じフレームの上で行っている。ああ、はい、先ほどの話だと、はい、プラスストック、マイナスストック、これ状態ですよね。そうですね。それに対してインアウトっていうのはこうあるイベントによって増減が起こるということで、はいはい、で簿記って面白いなと思うのは、そのイベントが累積したものがそのまま状態になっているよっていう、そういう認識なわけですよね。そうですね。ただそのディスクリートな時間発展のシステムっていうのは、実はその例えば簿記の場合には機種のデータっていうのがあります。機種の、まあ、はい、機種のやつ、これが状態ですね。で、機中にとにかくイベントが山のように起きます。で、これがみんなただダブルエントリーで書かれて、こんなイベントが山のように起きます。で、期末になると、ここで、まあ、どっかでクロージングをしますと、そのイベントのやつを整理して、振り替えとか、まあ、いくつか整理をやりますと。まあ、税金払ったりとかいろいろありまして。で、整理をやった、した後、このイベントのやつを全部整理すると、このフローの相対っていうのが出ます。まあ、ガラガラ算表みたいなやつ、そうですけど、まあ、あのプロフィットロスシートも、まあ、そういう意味ではそうなんですけども、あので、それを今度はそうするとステートにフローがあって、ステートの t にフローの t を足し込んだやつが、まあ、ステートの t プラス、まあ、今ハットとかそういうやつを除いてですね、というような構造で更新していくっていう、そういう形になってますけれども、これ実はウォーターのタンクのモデルで、こいつがステートだと考えたときに、
実は同じなんですよ。で連続で考えてるからちょっとあれなんですけども、ディスクリートなタイムで水がここから入ってくるイベントがあれば貸してもらって、このロートでこれ突っ込んだイベントがあれば、なんとかイベントもあれば、ここからちょっと漏れちゃったらあれば貸したイベントもあるって感じですね。それを気球のイベントとしてみんな書いておいて、そのイベントを整理して期末になるとこのイベントの変化を書く。たださっきのウォーターフローのモデルで言ったみたいに、簡単物理系だとこの量だけを気にしてるんだけども、この変化が起きた時になぜ変化したかってやつを常にダブルエントリーで書いていくから、まあ、水で書いた時にもあのウォーターリソースマネジメントでやったらば、こっちと同じような結果になるよっていうことだ。その意味では一応ストックとフローっていうのは区別はしてるんだけれども、あのイベントの概念があの我々こうごっちゃに使うんであんまり気にしなくてもいいという、そんな感じだ。それとその最初にお話があったこの規定っていうのはその、要するに物の見方のこう体系が変わるというその評価の変換をするんだというお話があるんですね、はい、さっきのリンゴの例で言う と、要するに取得時の、価格母価みたいなもので、はい、まあ、さっきの話はずっと進んでいたんですね、はい、で実際にはその、まあ、原価償却みたいな、はい、ものが起こって、はい、会計っていうのはその位置関係機関の中で、はい、一度だけその評価を評価外を行いなさいっていうそういうシステムなわけですね。そうです、まあ、評価外をしてもいいというそういう、あのつまり、在庫評価損とかそれからその種のやつって、まあ、まさにこの調整機関でやるわけですね。で例えばまあ、あの一番あれなのはそうですね、実際に価格が変わっちゃったのもありますし、まあ、在庫価格なんかが変わっちゃった場合に、例えばその単位もリンゴをキログラムで測ってる分にはいいんですけども、キログラム100円のものがなんか暴落してキログラム50円になっちゃった場合には、それはあの単位価格とそれからその現金価格で変えたら、現金価格でやるともう評価損が出るという形になります。評価損を計上しない限りそのまあ、基本的にはそのバランスしなくなるんです。でその種 の、 その評価外、いろんな意味での評価外というのは全部振り返っている種類の中にみんな入っています。ですから、そういう意味では、あとそれから通常の簿記ですと、あの実物単位というのはあまり使う簿記というのはそれほどあの普及はしてないんですね。工場の原価計算なんかで昔マトリックス簿記で IBM の方とか一生懸命製鉄かなんかで導入されようとしてたんで、マトリックスでやっちゃうとメンテナンスが大変なんですよね。あのフィックスした規定のところでやるのと同じなんで、この他のシステムは規定を自由に入れ替えたりとかできるんで、あのメンテナンスはものすごく楽です。で、実物簿記と金額評価を両方クロスして同時管理することができるんで、エネルギーリソースマネジメントなんかそれをやらないとほとんどどうしようもない。あのまさに、逐一実はその価格が変わるようなをやろうとした場合には、その会計期間というのはものすごく短くする必要があるんですね。そのティックごとに値段が変わるっていう設定で、ティックごとにあのクロージングをかけるってことは当然できるんです。そういう意味では、あのこのウォーターの経営がストックフロー、ストックフロー、ストックフローでデルタ T ごとに変わっていくように、そのエネルギーのリソースマネジメントだとティックごとにこれを計算してもいい。これを四半期ごとにやるのか秒ごとにやるのかっていうのは、まあ、全く関係ないですね、計算代金。そういう意味での、まあ、いろんな書き方っていうのはこの種のエクステンションの中には書けるので、非常に面白い体系であるのと、やっぱりちょっとやっぱりその、まあ、訴えたいポイントっていうのは、そのあまりにこう自然科学的なプログラミングばっかりやってると、この状態をナチュラルにプログラミングするっていうことのイメージってのはまだあんまりそのなんていうか世の中に取れてるような思いなんですね。データベースをインしてアウトしてこのテーブルをこうしてっていう風な計算ばっかりですから、実はこれって非常に自然な体系の処理があるので、その代数体系に影響すると恐ろしくナチュラルに書けるし、実は他 の、 あの、まあ、いわゆるリソースとかセンサリングのものに関するものっていうのはそういうデータ処理をした方が多分いいんですね。でセンサーでいろいろセンサリングしていたいろんな材や情報のあの状態の変化みたいなものをこういうこのタイプのデータ処理で整理するっていうことによって、まあ、初めてそのなんていうかマネジメントとうまく結びつけることができるっていう感じはやってみました。
他にも何でもいいですけど、何かありますでしょうか。じゃあ、ちょっと皆さんお昼を休みを取っていただいて、元のスケジュールだと1時半でしたっけ、半ぐらいのスケジュールになってました。1時15分からに、あ、1時15分ね。じゃあ、とりあえず1時、じゃあ15分ということで1時間ぐらい、今日食堂は空いてると思います、取っていただいて、でそれからあと皆さん の, あのパソコンにちょっ と,、インストールを、して、インストールって言うともう本当に皆さん、Java は入ってますでしょうか。皆さん持っているやつ Java 入ってきてないいない方、あるいは、Java が入ってるかどうか分かんない方はですね、ちょっと何、あ、ヘルプやってくれていい、あ、じゃあそこにウエンさんにちょっと聞いてですね、チェックして Java をインストールするようにしてください。はい、ネットワークのパスワード、あ、ね、ネット、あ、いや今ちょっとネットのパスワードを、ここの、あ、ここのやつ、はい、いやちょっと書いておきます、はい、じゃあとりあえずそういうわけで午後にお会いしましょう。私午後までちょっとプレゼンテーションをミックスします、ね、すいません。